今はない。フォートナイトのプロゲーマーや実況者を引退に追い込んだブルートというロボットがやばすぎたけん。今から約4年前、チャプター1シーズン10に史上最強最悪のロボット、ブルートが実装されました。ブルートは2人乗りのロボットで、下がブルートの移動担当、上がショットガンとチャージ式の連射ミサイル弾道に分かれていて、このミサイルがフォートナイト史上最高の火力を持っていました。他にも高速移動できたり、チャージジャンプで高く飛んで敵や建築物を踏み潰したりと、何でもできる、文字通り最強最悪のロボットでした。ちなみに僕は当時、プロゲーマーのネフライトとあの伝説の西寺と対戦に出ていたのですが、その時も僕が下担当、西寺が上担当でロボットで暴れ回っていました。あまりにも理不尽な強さだったので、世界中のプレイヤーから批判が殺到し、 X ではロボット削除のタグが世界トレンド1位を取ってしまうほどでした。中には暴言でエピック公式に削除依頼をしたり、殺人予告までしでかした輩までいたそうな。しかし結局ロボットは最後まで削除されることはなく、多くの人がフォートナイトを引退することになってしまいました。西寺の引退もこのロボットのせいだったのかもしれませんね。